さあ、それではKSP2018 2日目、まずはマーブル VS カプコンインフィニットウィナーズファイナル選手の入場です。まず登場はサイバージャパンエージェント、対するはボンチュさあ、これよりまずこの2名がウィナーズファイナルで戦います。両選手それぞれコメントいただきましょう。お願いします。いつも通りやれば負けないと思うので、今回も優勝したいと思います。ございます。初めての壇上でかなり緊張してるんですけど、頑張って勝ちたいと思うので応援お願いします。さあ、それでは両選手試合の準備お願いします。そしてこれより戦う2名の選手に盛大な拍手を。そして実況 e スポーツキャスターデアさん。はい、こんにちは。 e スポーツキャスターとうとう2年目に突入しちゃいました。マブカップインフィニットめっちゃ面白いゲームなんで、皆さんどうも注目してください。っていうか、ここにいる方々ほとんどマブカップ勢じゃない人もいっぱいいるんですけど、インフィニットっていうのはどういうゲームかっていうのをあまり知らない人いっぱいいると思うんで、簡単に説明しておくと、今回はアルカボと違って2対2ですね。2対2でそれぞれのキャラが交代し合って殴り合うゲーム。なおかつそこに石が絡んでくる。石絡んでくるんですけど、今回の壇上の選手は全員スペースストーンという状態でしてね。なんかとりあえず今はスペースストーンだけ覚えてもらったらいいんですけど、そのうちいろんなストーンを覚えてください。石の効果が気になる方は今上映中のアベンジャーズのインディー4を見てもらったらいいと思うんで。はい、叫んでますね、インディー4。4月の27日から日本で全米公開してるんで、皆さん見ていただければ。というわけで、今ウィナーズファイナル始まりそうなんですけども、 1P 側がサイバージャパンエージェント、サイバージャパンエージェント 2P 側がボンチューですね。サイバージャパンエージェントは突然、インフィニティが始まった、あとインフィニットが始まったあたりで熱帯に現れて、なんやこいつめっちゃ強いぞといろいろ噂になりまして、こんなやつおったっけなーと思ったら、あ、この人かーっていうのが数日も分かりました。大したボンチューは関西を代表するアルカプ戦のノリだったんですが、今回シュマがいなく、お得意の触手プレイができないので、悲しくウルトロンネミス使ってたんですが、今オレガに変わってます。さあ見ていきましょう。ボタンチェック、ボタンチェック、ボタンチェックやった、ごめん。はい、ボタンチェックです、ボタンチェックです。はいボタンチェック、ボタンチェックの応援激しい。はい、今のうちに説明しておきます。サイバージャパンの使っているチームはダンテドマム。ダンテというキャラめっちゃ強くて、一度修正が入ったんですけど、合計何箇所だっけ、36箇所修正が入ったにもかかわらず最強の位置に君臨しているキャラですね。でもう一人の方もその、それに対する、ドマムというキャラクターですね。こちらも弱体化されたんですけど、まだまだ強いですね。なんか発売後にダークホール飛行、ダークホール飛行キャンセルっていう連続ができて、マジ今回こんなんできんのと思ったんですけど、バグでした。修正されて力べし。さあ、じゃあ改めて今度こそ準備いったな。ダンテドマムスペースストーン対ウルトロンモリガンのスペース、結局ゼロとモリガン強かった。はい、見ていきましょう、ミナーズファイナル、よろしくお願いします。開幕はダンテが下がり、エアプレイ上からドローンがしてきて、エアプレイがあって、あー崩されている。またあんまり下がりが広くはない、しっかりがし、アドバンスキャット、カーペット敷いてドローン呼んで折り返し、2対2取りたいがうまくマスティクションですけど逃げていく。ゴールドスキャットが当たっている、ハンマーカブトまでで、アイシクルからの、これはガードできた。今のはガード困難連携やったんですけど、しっかりガードしてるボンチュー。いやー、あージャンプ台、ウルトロンはですね、ジャンプ台の攻撃判定結構強くて、そのジャンプ台からどういかに攻めに持っていくかっていうのが出てるところ。フェイタルからのメルティーまでつないで壁板落として
もう一回メルディーからのスピアを置いておいて落とす。こんなコンボがあったのか。さらにスピアからのね、だがアッパーで暴れている。ここでスペンストーム、さあ閉じ込められました。見てくださいこれ、息苦しい息苦しい息苦しい、めっちゃ息苦しい、呼吸困難呼吸困難。あ、分かりました。3個は補充できたんです。さあここでもう一度、今度は昆虫がスペンストーム、あー息苦しいんですが、このままの行動力。あーだがレベル3が出ない。ストームの時間が経う。立ち台に空振りして、スピアスピアスピアには付き合わない。剣にして、エンクルで剣、あー立てる。から、1着目でかわし、もう一度スピアからの、カブドのインティカできる。しかも、ハピバッテルカオティックフレーム、スペースストームのゲージが溜まりまして、出現から、スペースを使い、魔神化でとりあえず勢いとり。さあ、箱の中に閉じ込めたら、ダンテくんですが、魔神化してたら、あんまり関係ないまであるまで勢い。向こう行かさね、レベル3までつなぎ、とりあえず断では許していかない。落ちるか、落ちました。だがもう一度スペースの権利を持っているのはサイバーエージェント、おまじろを使う。そら使いますよからの、そう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 といいんですが、今回のゴルフと少ない面積じゃない、これでも結構強い。だがこのモリガンの、今回のモリガン強いところは、あー倒していくかなって死んでない。さあ、ダークホールが立っている。一本先取は最後までマンエージェント。さすがのドマムですね。あのスペースストームを使うと一定時間箱の中に閉じ込められて、相手キャラを動けなくできるんですけども、その中で閉じ込められた状態でもやり込みを見せていきます。ビームがあれば閉じ込められようが端まで攻撃できますからね。2戦目メンボカリーでカブトレを打っていったハンマー当たってる。カナの2段ジャンプは出ない。レインストームキラービースペル使いでジャンプ攻撃を振り込んでキラービー当たってる。インスキーなんというよりもいい。カウンタースペンスケースがそこで一緒についちゃったね。ミッションハング、カナの拾い直し、飛行コンボ、カナのカオティック砲台、何でもできるよこのルート。いやー、昔1本いたら限界突破があったんですけど、今はもうないです。クレイジーダンス、カウンターセッチで現れて、デスレイからのスペースストームからのマシンカーで突破し、あスペースストーム C はここ大事系ですが、あんまり変わんねえ。よくあるよくある。からのジャンプ台繰り返し食うなゲーム負け、さらにジャンプ台、あモリガン今作ジャンプ攻撃の判定があるか分ですから、あんまり変わってないが強い。高飛行コンボ、奥攻めはディメンションファンで打つし、ジャンプ台が強いくんですが、ダンデのジャンプ攻撃も強い。デスレーだがアスピリが高い。ベースストーム顔でいくで時間稼ぐ、押し込められてるんですが、関係なくダークホール発生が早い。いやー、今回のダークホールなんで発生が早くなったのか誰にも分かりません。時間はスペルがついてくる。ドクターストレンジの映画でエーパ決められたドーマムーはどこ行ったんでしょうか。あレッツゴボンチュートと観客の声援が響いてます。3戦目反対カウリーワープからレインスを出て小林後ろに下がってスピアをガード、ダークホール落ち込んで、さあダークホール交代が強い。いや熱帯でめっちゃやられてます。ダークホール交代カーペットピューリーから昆虫側はジャンプ台で暴れ、ここで引き渡ってるからの立ち台キックからのアッパーかぶっていくかぶと、はい、凍らせてガード困難ですが、シャドウサーバントで切り返していく。荒れているのはウルトロン側、フェイタルが当たらない。フェイタルじゃなかった、フェイタルキーですね。スピア、ダークホール、アッパー、ここでカウンタースイッチ、演出をしていて前で食らっている、めっくられていない。思わず逆にガードしまって残ってしまう感じ。ミリオンドラップ台スペースストーンスペースストーンスペースストーンダークメンション。あミリオンドラチョイに石を打ちまくるムーブ、これでおきましょう。で止めてストーム差し替えて暴れ、後ろから集団で崩していくんですが、しっかり耐えきったと思ったら最後耐えられない。投げ抜け
フィニッシングシャワーでとりあえず攻撃を取り、ダンテを殴っていくんで殺命症には至らない。ダークオーローカード、スペルを投げ、まだ弾が止まってますが、スピアはしっかりアウトして付き合わない。徹底的に付き合わせたフューリーハンマーから深いダンスまで。勝ったのはサイバージャパン N3-0 でした。いやー、さすがの強さを見せつけますサイバージャパンエージェント。サイバージャパンエージェントです。では続いてルーザーズファイナルいきましょう。ルーザーズファイナル選手の紹介です。ルーザーズファイナル登場するのはシャクレゼ、そして対するはボンチュー。さあ、それでは今一応コメントいただきましょう。お願いします。ちょっと緊張してるんですけど、まあ、いつも通り戦って頑張って勝ちたいと思います。よろしくお願いします。心折られかけてるんですけど、とりあえず2位にはなりたいんで頑張ります。さあ、それでは両選手準備をお願いします。そして実況デアさん。はい、いやー、サイバージャパンエンジェルの強さはそのやるの中、ボンチューの逆襲が始まるのか、それともシャクレデーさんのやり込みが光るのか見せてほしいところですね。シャクレデーさん、あまりご存知ない方いらっしゃると思うんですけれど、もともとタツカブ勢だったみたいです。で、今ではどうやら GX さんの主催する対戦会が開催されるとすぐに飛び込んでくるのが、シャクレデーさんということで、すごいやり込みをしているということです。すごいスピードで飛び込んでくるらしいですね。まずボタンチェックかな。とりあえずシャクレーデーさんのチームは、モリガンとベノムと聞いています。意思はスペースストーンですね。スペースストーンもちろん強いんですけど、あのスペースストーン中箱に入れるだけじゃなくて相手の交代を防ぐっていう意味でも結構強いし、だから、昇竜に対して反撃感覚を取れるっていうのもなかなかいい使い道ですね。さて、また昆虫モリガンとは違ったタイプのモリガンという子ですが、その違いというものを皆さん見ていきたいと思います。あー、出ました、アレコスですが、あれ黄色いですね。アレコスの方がベノム、そうですね、ベノムは勝ってきたアレコスに出るからね。ボタンチェック、とりあえずモリガンが、モリガンがもともとは使ってるのそんなになくて、でアルバムからだいぶ変わっててみんな離れていたんですけど、ちゃんと触っていったら結構強かったということで、またアルバムとは違う強さがあるねっていうのがよく分かりました。対してベノムはめっちゃ突っ込んでいくキャラで固め、すごく固めていきますね。隙間が多いんで無敵技があったら正解されたりして、キャップ相手にはつらい思いをしているらしいんですが、メノムの動き、あまり使い手が少ないけども、モンチューがしっかり対策しているかどうかは知ってますね。はい、ボタンチェックも終了しました。では、KSB2018 のインフィニット部門ルーザーズファイナルシャクレゼ対ボンチューの試合。はい、キャラはモリガン・ベノムスペース対ウルトロン・モリガンスペース、見ていきましょう。よろしくお願いします。さて、気になる開幕はモリガン同士の開幕なんですね。あ、ウルトロンですね。昆虫はウルトロン、ドローンがあるし、ジャンプダウンでシャドウブレー稼いで、あー、出ました、ドローンでベノムバレード拾い直し、ファング、どっか拾って、あー、ここまでにいるんですね。そして、スピアムリアだけシャドウブレード、シャドウブレード、これです、これです、これ今回のモリガン、シャドウブレード、いやー、シャドウブレード、一発されるのに濁ってる方も結構いいこと聞く。スピアの打ち合いから食らっている、ファング、振り直して、バレる、ユーカバン、バレる、からのベノムウェーブ、あ
ますよ。いいシングルシャワー、すごいことですね。これ補正だいぶかかっているんですが、最後どうにしているか結構見るでしょうね。あー逆風している。今週途中でカウンター接しないコンボ止め、バルトマッキー発生合わせ、それでしていくのはボンチューガー、一方コンボからミルキーまでつなげ、まだ下がるサイドミルキースイッチ、スピアため、あーなってないか、テールストーム、すごいね、繰り返し始めていきます。レベル3が使えます。存じない方いらっしゃると思うんですけれど、もともとタツカプ勢だったみたいです。で今ではどうやら GX さんの主催する対戦会が開催されるとすぐに飛び込んでくるのが、シャクレディさんということで、すごいやり込みをしているということです。だからすごいスピードでということらしいですね。まずボタンチェックかな。とりあえずシャクレーデーさんのチームは、モリガンとベノムと聞いています。イジはスペースストーンですね。スペースストーンもちろん強いんですけど、あのスペースストーン中箱に入れるだけじゃなくて相手の交代を防ぐっていう意味でも結構強いし、だから、昇竜に対して反撃感覚を取れるっていうのもなかなかいい使い道ですね。さてまた昆虫モリガンとは違ったタイプのモリガンという子ですが、その違いというものを皆さん見ていきたいと思います。あー出ました、あれコスですが、あれ黄色ですね、あれコスの方がベノム、そうですねベノムは勝ってきたらあれコスいけるからね。ボタンチェック、とりあえずモリガンが、モリガンがもともとは使ってるのはそんなになくて、でアルカブからだいぶ変わっててみんな離れていたんですけど、ちゃんと触っていったら結構強かったので、またアルカブとは違う強さがあるねっていうのがよく分かりました。対してベノムはめっちゃ突っ込んでいくキャラで強く固めていきますね。隙間が多いんで無敵技があったら繰り返されたりして、キャップ相手にはスライドも落ち着いたらしいんですが、メノムの動きあまり使い手が少ないけども、昆虫はしっかり対策しているかどうかは聞かれますね。はい、ボタンチェックも終了しました。では、KSB2018 のインフィニット部門ルーガーズファイナルシャクレイ星対昆虫の試合、はい、キャラはモリガン・ベノムスペース対ウルトロン・モリガンスペース、見ていきましょう。よろしくお願いします。さて気になる開幕はモリガン同士の開幕なんですね。あ、ウルトロンですね。昆虫がウルトロン、ドローンがあるし、ジャンプダウンでシャドウブレー稼いで、あー出ました、ドローンでベノムバレード拾い直し、ファングどっか拾って、あーここまでいるんですね。そしてスピアムリアだって、シャドウブレイ、いやーシャドウブレイ引っ張ったりのに濁ってる方も結構いいこと聞く。スピアの打ち合いから食らっている、ファング振り直してバレる、ルカバン最下位が決まれるからのベノドルゲーム、あーまだ見ますよ。いいシングシャワー、すごいことですね。これ補正だいぶかかっているんですが、最後どうにしているか結構見るでしょうね。あー逆風している。今週途中でカウンター接しないとコンボ止め、バルトマッキー発生合わせ、それでしていくのはボンチューガー、一方コンボからミルキーまでつなげ、まだ下がるサイドミルキースイッチ、スピアため、あーなってないか、テールストーム、すごいね、繰り返し初めていきます。まだストーム無視はあるのでレベル3が使えます。はい、無料。あースペースストーム使えないままシャクレデーさんのキャラが1キャラしちゃった。これは結構でかいですね。
分身して、ここでフェストーム。ハンドは切り替え、シャドウブレード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 。あー、なんだこれ。ありがとう、スペースストーム。今、歪みが見えました。送って、シャドウブレード、シャドウブレード、コパンに暴れ。何度でもシャドウよ、キリンが泣く前にシャドウブレードじゃない。クーライク。これはうまい、メルディ。ジャンプ台、ロイナー押して、もう一回メルディ。コラダウンするか。ここでスペースストーム。ドローン、ドローン。ケラマカーブして、さあどう差し込んでいく。シャドウブレードは怖い。クーナゲ下がりターンがない。ドローンして、シャドウブレード5番を差し込み、ガードされてますね。ここでしょ、ダメージがい。ドローンに戻って、シャドウブレード、シャドウブレードまで一本選手はしゃぶれて、モリガン短期からうまく理解しました。いやー、このシャクレーゼーさんのモリガン、強気のシャドウブレード連発。今回のね、あのインフィニットのモリガンはといえば、とりあえずシャドウブレード、マジシャドウブレードです。ここバンドは勝利を言わした。メルティまで繋いで、まだ繋がりますよ。もう一回メルティからの広大、ここまでテンプレースピア、まだ手さない繋がる。タイムマスクのみで、ここはサーバンドで切り返そうか。とりあえず任せて、フェルムが出てきまして、グライド、バレル上から飛んだし、ここは後ろに下がった。いや、シャドウブレード広大、グライドの下で、ここでブレード当たる。いやー、お互い激しいシャドウブレードの打ち合い。メルティ開番起こし、メルティスピアため当て、起こしてもう一回スピア。いやー、2枚スピアを置いて、ここでベノムウェーブが当たってる。そしてベルストーム、シャドウブレードは壊れてます。シャドウブレード押し込めようが、シャドウブレード飛ばしてバイルマンに繋ぎハング。あー、ウルトロンが逃げられない。ベノムウェーブまでベルブレード、そしてハードブレード突っ込み、なんとか飛行キャンセルはありませんが、それでもスピアが強い。いつどこまで行ってもモリガンは球が強い。あ、一応スペースストーム昆虫抱えてるんですが、どこで打つのか。ここで放つと、あー、立ち込んでしまう。ファング拾い直しからの重たいベノムウェーブ、プレーバイ。ジャックレイゼーが日本選手。あ、ベノムのオークもなかなかキレキレですね。とりあえずスピアを打ち合って当たればなんとかっていうところですね。それに加えてモイガーのジャンプ攻撃の判定の強さ、一体アルカプから何が変わったのかと言われると、ソストがなかっただけなんですが、それでもだいぶ強い。まあ、その代わりにシャドーブレードがあるんですけど、殴るキャラですね。ベノム、とりあえず寄っていて、とりあえずスピア当たっていく。スピア当たると実はおまけがあるんですけど、割とどうでもいい。ドローンでスペースで引き寄せ、もう一度ドローン。あー、ドローン、そうそう、ドローン攻撃からと爆発するんですよ。何であんな失点してたんでしょうね。シャドウブレード1でかいダメを当てて、あー、ユーシー、ここでは良くない。もうちょいと、デスレイを下でカバーしながら交代し、プレッシャーかけていくんですが、でもメルキまで、止め板使って、はい、ここまでテンプレですね。スピア溜めて当てて、もう一回スピア。次は、あー、裏枕立てて、そこからシャドウサバントに繰り返して、だが、殴っているな、モンチュー側。スピア、飛んできて、バディにまであり、下からモリガンが殴ったところ、カウンタースイッチへ、殴ったところをシャドウブレードで置いていく。ジャンプ台当てている、カウンタースイッチ、さらにスイッチをこぼして。いや、追いかけての攻撃。ベストム、ブレード。あ、突っ込んでいく。突っ込んでブレード。だが、ここでデストラクションフェイマーに繋いでいく。リーチは関係ない。組は、あー、危うく危ないところでした。ジャンプ台かわし、セーブ。ライド、いや、振り直して、
コーコンボフェイタルエルジージャンプライでどこで最後当てるわけぞベストの目指しレベル3まで。あーボンチューは取り返す。これに一番お互いのモリガンの動きは違うところが本当に面白いですね。あとベノムも結構前に強気に出てくるので一遍触れると結構怖い。あのバレルを使ってからの表裏分かりづらいスイッチが見えづらいですね。突っ込んでジャンプ台シャドブレード手を出すとこれに対シャドブレード弱シャドウの強さが光りますね。ファング結構火力出るんですね。このキャラスピア下がって折り返しシャドウブレードの空振りにさっかり立ち込んでいく。これはうまい。メルディやっぱりワンコンボしていく。いつものですね。君はあーしっかりとリバースを読んで後ろに下がりだから何も起こらずドローンポリガンが出てバレルにスペースストーンで引き寄せていく。そういうのがあるのか。ピストを縦にし交代しバレルが立てる。ワンクで押してるこういったコンボこれ結構減るんですね。ポリガン出てキャプターでエイヤル受けるのはだからビーム始まってきた。 A から確実にもスピアが当たらない。スピアも5段押しっぱでいろいろ調節できるんで使いどころに工夫が持てるんですが B からこれで助かるリズム。あこのハーモナイスピアの隙の小ささと自由の高さ本当にまずはこのシーンまで当たると誰も欲しいなんですがとりあえずなんか怖いなショートブレード当てているのはシャクレゼベンドのウェーブまで入って先方を失ってしまう。ボンチュシャクレゼのスピンがプライズに下がってます。シャドウブレード1回シャドウブレードからのウェーブさらにこのタイプ当てているのかいきましたね。まだまだ伸びますよ。離れてきてもう1回ウェーブ倒しきった。勝ったのはシャクレゼ 3-1。さあ見事勝利したのはシャクレゼ選手。それではグランドファイナル、グランドファイナル選手の紹介です。グランドファイナルウィナーズから勝ち上がっているサイバージャパンエージェント、そして対するはシャクレゼ。それでは両選手コメントいただきましょう。お願いします。シャクレさんとはいつもやってるんですけど、シャドウブレイドに当たった回数で僕が負けるか勝つかが決まると思います。お願いします。とりあえずもうシャドウブレイド連発してこすりまくって勝ちたいと思います。お願いします。さあそれでは両選手準備をお願いします。そして実況さんお願いします。はい、というわけでグランドファイナルですね。ウィナーズ側がサイバージャパンエージェントなんで、サイバージャパンエージェントはトライ3本取り返しに対してシャクレゼさんは2回サイバージャパンエージェントを倒す必要があります。だがご本人もシャドウブレードを連発することで勝利掴んできたいとおっしゃってたので、とりあえず今回のこの決勝戦はシャドウブレードの数を数える試合になるかなと思ってます。あシャドウブレードがやり込みを貫くのか、それとも貫禄を見つけてサイバージャパンとか優勝するのか注目の一戦ですね。こんなにシャドウブレードを打つのアルカポではあんまり見なかったですからね。なんか端から逃げるように強かった記憶もあったりなかったり。このインフィニティドゲーム稼働当初は本当にもうダンテとかゼロとか言われたんですが、実はこんな隠し玉がいました。ボリガンです。あーもうボタンチェックからすでにシャドウブレード、これは3回にカウントしていいのか。さあボタンチェック準備中ですね。
これ今回は KSB なんとマーブルインフィントだけじゃなくワールドカップもサイド種目にさせてもらってるんで、なんと今日はですね本当にマーベル祭りなんですね。もともとインフィントだけだったんですけど、ちょっとワールドカップもやってよとお願いしたら入れてもらいました。やってみるもんや。そうそう、ワールドカップも面白い、インフィントも面白いですよ。この後またワールドカップの試合もあるんで、ワールドカップ中の皆さんは声を出す機会があると思います。なんと1日に2度楽しめるというね、お得なセットですね。おいしいおいしい。ああいう手間にボタンチェックは進んでおりまして、あ、サイバージャパンエージェントさん、熱帯に最初の方すげえ入ってましたね。なんかいつ行ってもロビー立ってたなっていうのが記憶あるんですけど、とりあえず挑んでいって怒られて、そっかーっていうのが、その日は寝るのが日課でした。あ、泣いてもらってもこれは最後。 KSB 初のタイトル、マーブル VS カプコンインフィニットの初めての勝者は誰になるんでしょうか。昨年末にプレ KVO に前日はしてもインフィニットの試合したんですけど、その時もサイバージャパンエージェントさんの優勝で終わってます。リーズ上の日韓になるのか。あ、さらにエボジャパンでもそうですね。負け知らずなんですね、大会だと今のところ。そのサイバージャパンエージェント 無敗で勝ち上がることはできるのか、それともシャックレーゼの逆襲が始まるのか。何度皆さん泣いてもらってもこれ最後です。というわけで今日のファイナル盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。サイバージャパンエージェント対シャクレゼイ、あ、先方戦はダンデモリガンですが、とりあえずシャドウブレード、シャドウブレード後台から追撃、ジャンプ台が鋭い。いや、宣言通りですね。しかもこのブレードからのリターンがひどい。バレルかさないで、しもかずアッパーバレで、この鋭いアッパーバレデッド、プレーダウン、なんだこの高速力、なんだこの高速時間は。スペルためた状態に逃げ、今差を警戒し、ダークホール置いておく、カーブで一応入れ替え、ガードコーナーさせるか、そしてさらにアッパー、オメガシャドウブレードなら俺はアッパーだ、さすがなんで。ダークホール行け、ブーダイク取り、ガードしているが、これはバルジャバレている。壁ワンスイますが、こっちに向かわず、スクリー、スクリー、スクリーで来るかしていく。ダークまたもう、封じ足もちゃんとガードして、差し込んでいくな、ベノム側。あー、ベノムへベッドミドウケイトのことなんですけど、そこからの入れ込みをちゃんとガードできない。スペースカノンカブト、この技が強い。マジンか、ブレード交代、スープで離れ、当たってる。これはカウンタースイープしないと死ぬのか、すいません。スペースストームでダンクを逃がしていく、息苦しい息苦しい、これはマジ息苦しいから、中断、これはまねレベルさんが使います。倒しきることができるかと言われると、あー、ギリ残っている。からのマルチロック飛び道具、ウェーブ交代で当たってる。パーフェクトには勝てなかったよ。いやー、分かってますね。これはもうストーム使うしかないのでは。ストーム、ガードホーク分からない。ストームで一辺時間求めてもガードホーク分からない。一歩の戦車はサイバージャパンエージェント。いやー、さすがのやり込みですね。やっぱりあのプリとか、終わった後スキルが溜まってるとか考えたのは一体誰って感じですね。なぜアルカポからこんな調整がされているのか、まあそこですね。レインストーム、キラービー後ろが来るんですが、しっかり合わせてメンション。あ、そう、今回のドラムアルカポの試合のところバックダッシュが超速い、めっちゃ走っています。強い強靭な足腰、リボルバー、デッド、グレダン交代へ、スペルと騎士をためメンションハング落とし、リバサ警戒からの攻め、メンションヨーガードした、
よし、よく頑張れた。だが隕石は正直発生保証ありがとう。隕石ってか紹介ですね。ワープワープ全部こうやらない。引っ込んでて守りが投げました。で、もう一回全部の周り普通タイプ捉えている。グライドは強い。リアプが走って全員飛んでてハンマー当たっているが着地に何個台が当たっている。拾い直してゲージ解除し飛行コンボからここは少ないが電子コンボ置いてて、ブレードブレード。いやーこれがブレードの凄さ。さらにベネムが後ろにいるのにダンも上がりますよ。バレル、タイワン、ベネムウェブ交代して好き放題できるんですが、後ろが出てこない。まず、フェリー受けるためのダークホーキー、カブトをヤップで失敗して、ポリガンが前、ここでスペーストーム、アッパー当たらず、ドロップ、ワープで崩して、カブトを振ってノーリが離さない。そのワードだった。ここまでも続く苦しい。いやレインストーム空中制限つけてもらったけど、カブトが強かったよ。さらにストーク、これ置いて徹底的にモリガンが逃がさないで、スタメンサーバント当たってるんだ。これウルトロン、なんとかモリガンは逃げですが、これはミリオンダラー交代スペル食べてマンスを落とし、オキゼンやカーペットして隕石、これ分かる分かんねえ。いやガード困難っぽいようじゃないか。そうね、キラビー下に下がり、グライドロッケられ上からかぶせられ、流しかりが合うしバッシュエンジに逃げる。ジャンプ攻撃ありながらのダークフォーはしっかり避けています。ブレードまたないが振り落として隕石に持ち込んだら、それとマルチロックの波動攻撃が強い。ここでいいバラー、マイクマニアフロップですけど、いやーマジン化して、あーこのサイバージャパンエージェントのマジン化の動きの定評がある。ウェーブ当たっているが後ろは大丈夫。スピードダメで下がり、あー隕石寄ってきた。さあ仕掛け低空でボルテックス、しかも拾える。こんなんあんの。カブト氷ジェット、クレイジー、出るため、あー、浮き取れる、長ストークで削っていく、これはまずい、スト選手、準備をお願いします、そして実況、出屋さん、はい、いやー、サイバージャパンエンジェルの強さ、そのやるの中、ボンチューの逆襲が始まるのか、それともシャクレデーさんのやり込みが光るのか、見せてほしいところですね。シャクレデーさん、あんまりご存知ない方いらっしゃると思うんですけれど、もともとタツカブ勢だったみたいです。で、今ではどうやら GX さんの主催する対戦会が開催されるとすぐに飛び込んでくるのが、シャクレデーさんということで、すごいやり込みをしているということです。すごいスピードで飛び込んでくるらしいですね。まずボタンチェックかな。とりあえずシャクレーデーさんのチームは、モリガンとベノムと聞いています。維持はスペースストーンですね。スペースストーンもちろん強いんですけど、あのスペースストーン中箱に入れるだけじゃなくて相手の交代を防ぐっていう意味でも結構強いし、だから、昇竜に対して反撃感覚を取れるっていうのもなかなかいい使い道ですね。さてまた盆中モリガンとは違ったタイプのモリガンという子ですが、その違いというものを皆さん見ていきたいと思います。あー出ました、あれコスですが、あれ黄色いですね。あれコスなかったか。ベノム、そうですね、ベノムは勝ってきたあれコスに出るからね。ボタンチェック、とりあえずモリガンがもともとは使ってるのそんなになくて、でアルバムからだいぶ変わっててみんな離れていたんですけど、ちゃんと触っていったら結構強かったので、またアルバムとは違う強さがあるねっていうのがよく分かりました。対してベノムはめっちゃ突っ込んでいくキャラで固めよく固めていきますね。隙
ランが多いんで、無敵技があったら繰り返されたりして、キャップアイリーにアストラヨンも押してるらしいんですか。このメノムの動き、あまり使い手が少ないっていうのも、昆虫がしっかり対策しているかどうかは聞かれますね。はい、ボタンジェックも終了しました。では、KSB2018 のインフィニット部門ルーダーズファイナル灼冷星対ボンチュの試合。はい、キャラはモリガン・ベノムスペース対ウルトロン・モリガンスペース、見ていきましょう。よろしくお願いします。さて、気になる開幕はモリガン同士の開幕なんですね。あ、ウルトロンですね。昆虫がウルトロン、ドローンがあるし、ジャンプダウンでシャドウブレー稼いで、あー出ました、ドローンでヴェノムバレル拾い直し、ファングどっか拾って、あーここ前に見るんですね。そしてスピア無理当て、これに対しシャドウブレー、シャドウブレード、これです、これです、これ今回のモリガン、シャドウブレード。いやー、シャドウブレードここは彼のに濁ってる方も結構いいこと聞く。スピアの打ち合いから食らっている、ファンで振り直して、バレル、ルカバン、サイサイサイバレルからのベノムウェーブ、あー、まだ飛びますよ。いいシングシャワー、すごいことですね。これ補正だいぶかかっているんですが、最後どうにしているか結構見るでしょうね。あー、逆風している昆虫、途中でカウンター接種対コンボ止め、バレルマーキー、マッチタイガーして、それでしていくのは昆虫側、コンボからミルティーまでつなげ、まだ下がる、サイドミルティースイッチ、スピアため、あー上がってないか、テールストーム、すごいね、繰り返し初めてのメンタル、まだストーム無敵はあるのでレベル3が使えます。はい、無料。あー、スペースストーム使えないまま、シャクレイデーさんのキャラが1キャラしたんだ。これは結構でかいですね。分身してここでスペースオム、ハンドは切り替え、シャドウブレード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 、いやーなんだこれ、ありがとうスペースオム。今歪みが見えました。送ってシャドウブレード、シャドウブレード、コパンに暴れ、何度でもシャドウブレード、君が泣く前にシャドウブレードじゃない、クーライク、これはうまい、メルディジャンプ台拾い直して、もう一回メルディ、これはダウンするか、ここでスペースボーム、ドローン、ドローン、毛玉ガードして、さあ、どう差し込んでいく、シャドウブレードは怖い、ブー投げ、中に弾がない、ドローンして、シャドウブレード、5番を差し込み、ガードされてますね、ここ中が短い、ドローンに戻って、シャドウブレード、シャドウブレードまで、一本選手はしゃくれて、モリガン、短期からうまく理解しました。いやー、このシャクレーデーさんのモリガン、強気のシャドウブレード連発、今回のね、あのインフィニットのモリガンはといえば、とりあえずシャドウブレード、マジシャドウブレードです。ここバンドは昇竜が下下5段、やばいっすね。グータイク振り直し、メルティンまで繋いで、まだ繋がりますよ、もう一回メルティンからの高台、ここまでテンプレスピアまだ手、さらに繋がる、タイミングを使うので、ここはサーバンドで切り返そうか、とりあえず動かして、ベルムが出てきまして、グライド、バレーで上から飛び出し、ここは後ろに下がった、いや、シャドウブレード、ここだ、グライドに持ち込んで、ここでブレード当たる、いやー、お互い激しいシャドウブレードの打ち合い、メルティー開幕、落とし、メルティー、スピア、ため、当て、落としてもう一回スピア。いやー、2枚スピアを置いて、ここでベノムウェーブが当たってる、そしてスペースストーム、シャドウブレードはこれでもシャドウブレード押し込めようか、シャドウブレード当てまして、バイルマンに繋ぎ、ハング、あー、ウルトロンが、ウルトロンが逃げられない、ベノムウェーブまでブレードブレード、そしてハードブレード突っ込み、
ました。飛行キャンセルはありませんが、それでもスピアが強い。いつどこまで行ってもモリガンは球が強い。あ、一応スペストーム昆虫抱えてるんですが、どこで打つのか。ここで放つと、あー、始まります。ファング拾い直しからの重たいベノムウェーブ、フレーマイジャック冷静が日本選手。あー、ベノムの動きもなかなかキレキレですね。とりあえずスピアを打ち合って当たればなんとかってところですね。それに加えてモイガーのジャンプ攻撃の判定の強さ、一体アルカプから何が変わったのかと言われると、ソストがなかっただけなんですが、それでもだいぶ強い。まあ、その代わりにシャドーブレードがあるんですけど、ダブルキャラですね。ベノムフライで寄っていけ、フライでスピア当たっていく。あ、スピア当たると実はおまけがあるんですけど、割とどうでもいい。ドローンでストップスペースで引き寄せ、もう一度ドローン。あー、ドローン、そうそう、ドローン攻撃があると爆発するんですよ。なんであんな失点してたんでしょうね。シャドーブレード1世界観でも当てて、あ、勇士ここではよくない。ちょいとデスレイを下でカバーしながら交代し、プレッシャーかけていくんですが、でもメルキまでアメバン使って、はい、ここまでテンプですね。スピア溜めて当てて、もう一回スピア、君は、あー、裏バックが立てて、そこからシャドウサバントで繰り返して、だが殴っているな、モンチューガは。いや、飛んできてバディルまであり、下からモリザが殴ったところ、カウンタースイッチで殴ったところをシャドウブレードで置いていく。ジャンプ台当てている、カウンタースイッチ、さらにカウンタースイッチをこぼせ、ピア追いかけての攻撃、レストームブレード、あ、突っ込んでいく、突っ込んでブレード、だがここでディストラクションフェイマーに繋いでいく。リーチは関係ない。組は、あー、危うく危ないところでした。ジャンプ台倒し、セーブ、ライド、ピア、取り直して、コンボ、フェイタル、メルティ、ジャンプ台、どこで最後当てるわけぞ。ベストの難しい、レベル3まで。あ、ボンチューは取り返す。これに一番お互いのモリガンの動きは違うところが本当に面白いですね。あとベノムも結構前に強気に出てくるので、一辺触りが分かりづらい、スイッチが見えづらいところですね。突っ込んでジャンプ台シャドブレード、手を出すとこれに対してのブレード、逆シャドウの強さが光りますね。ファング、結構火力出るんですね、このキャラ。スピア下がって折り返し、シャドウブレードの空振りにさっかり立ち込んでいく、これはうまい。メルティー、やっぱりワンコンボしていく、いつものですね。君は、あー、しっかりとリバースを読んで後ろに下がり、だから何も起こらず、ドローン、ポリガンが出て、バレルにスペースストーンで引き寄せていく、そういうのがあるのか、シストを縦にし交代し、バレルが立てる、ワンクルで押して、どこいったコンボ、これ結構減るんですね、ポリガン出て、キャプターで、エイヤル打ってるのは、だからビームが始まってきた。A からここで進むもスピアが当たらない。スピアも5段押しっぱでいろいろ調節できるんで、使いどころに工夫が持てるんですが、B からこれ重ねるリズム、このハーモナイスピアの隙の小ささと自由の高さ、全然強いです。まずはこの隙間が強いと誰も欲しいなんですが、それでもやっぱり怖いなシャドーブレード当てているのはシャクレゼ、ベノムウェーブまで入って先行を失ってしまう。ボンチュープレゼンを次の瞬間プライズに下がってます。シャドウブレード、シャドウブレードからのウェーブ、さらにこのタイプは抜きに行くのか、行きましたね。まだまだ伸びますよ。
頑張ってけ。もう一回上押し切った。勝ったのはシャクレゼ3位。さあグランドファイナルに進出したのはシャクレゼです。